頼む。もっと早く。これ以上の品はない。若きディアムとマチルダに幸あれ。呼んだか？なんだ？ウィッチャーを呼ぶ理由がわからないのか？ん？宮廷の噂話について尋ねるとでも？怪物に困らされてるに決まってる。あの張り紙の主はお前か。いいだろう。話してみろ。どんな依頼？待て待て。まず基本的なルールを決めよう。私と君の社会的な地位に歴然たる差がある以上、悪いが君の慣れ慣れしい口の聞き方には気分を害されずにはいられないな。文をわきまえてもらおう。私を呼ぶときは貴殿だ。正式にムシュード・ブルボーと呼んでもいい。よく聞け。確かに俺とお前には差があるが、それは社会的地位の話じゃない。俺の背中には2本の剣があり、お前は丸腰だという差だ。だから俺はお前を呼びたいように呼ぶ。それを受け入れるか、自分で怪物と戦うか決めろ。ギルドに苦情を入れてやるからな。ああ、ご意見はケイドウェンのケイヤモルヘンお客様窓口まで頼む。さあ本題を話せ。俺の気が変わる前にな。北方人の態度ときたら、まあいい、早く終わらせよう。うちの武道園に何かが住み着いたのだ。なるほど。では何か用のオイルを用意するか。なんだって？もっと情報がいると言ったんだ。その何かが目撃された場所は？目撃者や調べるべき死体は？それが難しいところだ。誰もその姿を見ていない。何かがいる気配と物音だけだ。引っかくような音と金切り声でね。調べるべき死体もない。ただ人々が痕跡も残さずに消えてしまうのだ。音が聞こえると言ったが、どこからだ？それはそこら中からだ。だが一番よく聞こえるのはワイン貯蔵庫だな。つまり怪物は地下にいるんだな。なるほど。音が大きく聞こえる時間帯はいつだ？夜中だ。数年前にも建物が揺れたことがあったが、その時と同じだ。当時呼んだ別の専門家も調べると言ったが、それ以来戻ってこないし音信不通だ。姿を消した者について詳しく教えてくれないか？最近では農場の労働者がいなくなった。社会的地位に差があるから難しいだろうが、そいつの名前は思い出せるか？いや、妻に尋ねてみるといい。我が家の使用人とは妻の方が対等に接しているからな。今は母親の家に行っているが、間もなく戻ってくるだろう。さあ、質問はもう十分だろう。今度はそちらが答える番だ。この仕事を引き受けるか？条件による。どれだけの報酬を払えるんだ？もう一声値引きしてくれ。もう一声値引きしてくれ。まあいい、金を惜しむ時ではない。決まりだ。わかった、やろう。まずはこの辺を調べてみる。それからマダム・ド・ブルボーに話を伺おう。よし。妻が戻ったら知らせよう。それから貯蔵庫の鍵も渡しておく。好きに調べていいが、ワインの樽を揺らすことだけはしないでくれ。
さて、あたりを調べてみるか。ネズミか。ネズミが農場労働者をさらったりはしない。これで見えるようになった。このトンネルは終わりが見えない。引きも分かった。通れそうだな。生き物にこんなものは掘れない。トンネルはもっと大きい生き物の仕業だ。頑丈で気をつながら。割れた生き物の卵、何かに食われたか。水が流れている。地下水か。探している怪物は地下に住み、トンネルを掘り、キキモアを捕食する。そして体は大きい。いや、巨大だ。地上に戻っとするか。どんどん面白くなっていく。サクレブル、どういうことだ。怪物退治に金を払ったんだ。屋敷を壊すなんて頼んでない。放っておいても全壊するぞ。地下にあれだけのトンネルがあればな。俺だったら家が倒れる前に穴を埋める。トンネル？何かの冗談か。どうしてそんなところにトンネルがあるんだ。何か巨大な生き物が掘った穴だ。下でキキモアを何匹か駆除したが、すでに卵を産んでいたようだ。まあ、おまけのような仕事だ。それほど高くはつかない。すべて駆除して卵も焼いたか。そうは思えんな。追加料金など払わんぞ。その害獣についてはうちの男どもを行かせて適切に処理させる。マダム・ド・ブルボーだな。行方不明になった労働者のことについて聞きたいんだが。ジャン・リュックのこと？ええ、一緒に今年植えた苗木の見回りに行ったの。何かがかじったような跡があって、おかしな音が聞こえた。彼は様子を見に行って、そのまま戻らなかったわ。最後にジャン・リュックを見たのはいつだ、マダム？それは、農場にいた時ね。北側の森のそばだった。あそこに苗木が？今年の苗木は全て南側の斜面に植えたとばかり思っていたんだが。ほとんどはね。いくらかは北側の森のそばに植えさせたの。余った分を少しだけよ。
ジャン・リュックの特徴を教えてくれるか。背が高くてとてもがっしりした体格で真っ黒な髪で。何を言ってるんだ、がっしりしていない農民などいない。一日中野良仕事をしてるんだからな。彼が聞いてるのは傷跡とかあざとかそういう特徴だ。ああ、ないわね。でも首飾りを下げていた。銀でできたものよ。銀の首飾り？農場で？贈り物でもらったそうよ。少なくとも彼はそう言ってた。うん、これだけわかれば十分だな。じゃあなぜここで油を売ってる？仕事に取り掛かれ。コロナータが一つに誰が想像できたかしら。いい旅よ。パンが完全に固くなっている。かなり前のものだ。上質な年代物だ。特別な日のためのものだ。ここには毛布が敷かれていた。上質な年代物だ。誰特別なピクニックでもしたの。足跡が二組ある。男の足跡はここに続いている。火が倒れている。それで何かが張っていったようだ。シェルマールだな。トンネルを掘り、こんな風に動くのは奴らだけだ。痕跡はあの洞窟に続いている。銀の首飾り、中には紙の束が入っている。マダム・ド・ブルボンと同じ色の紙か。まだ新しい死体だ。ジャン・リュックだな。肋骨が砕け、頭蓋骨にはひび、シェルマールにやられたな。それ以外に考えられない。
シェルマールはすぐに姿を現すだろう。その調子だ、ローチ。若きディアムとマチルダに勝ちある。どっかへ行け、俺に構うな。俺の近くでうろうろするな。それで彼を見つけたの。これを見つけた。ジャン・リュック、すまない、残念だ。中に入っていた紙はあなたのものだな。ええ、ジャン・リュックと私は、いえ、もうすでに分かってるんでしょ。感謝します、彼の仇を討ってくださった。その気持ちにどうかささやかすぎるものですが、お礼にこれを受け取って。お互いお金を出し惜しむところがあるから。では失礼、一人になりたいわ。今話せるか。いい知らせを持ってきたんだろうな。話してみろ。悩みの種の怪物は退治しておいたシェルマールだった。シェルマ、一体どんなやつだ。そうだな、モグラとイモムシを合わせたような怪物だ。ただし大きさはナヤほどもある。そうか。さて、腕利きのウィッチャー殿、第一印象こそ最悪だったが、最後は見事に実力を見せてくれたな。さあ、報酬だ。
ジャン・リュックのことだが、死んでいた。残念だ。誰だ？まあ、あいつか。まあ、悲しみも長くは続かんだろう。代わりならすぐ見つかる。そうだな。マダム・ド・ブルドーもそう言うだろう。では。噂だ。巨大なボールが建物の下に穴を掘ったそうだ。